不動産屋さんの階段です。古い新しい関係なく、集合住宅は居住者が変わることが多いので、奇妙な現象もそれに比例して多いかもしれません。さて、今回のお話は大阪にお住まいの社会人になって間もない男性の方からいただいた体験談です。その方を仮に涼さんとしておきます。それは数年前、まだ涼さんが学生の時のことでした。涼さんの友人で大阪市内のアパートに住んでいる人がいました。割と最近引っ越したそうで、涼さんは一度も彼のそのアパートに訪ねたことがなかったそうです。当時涼さんはよくその友人と仲間とで夜遅くまでつるんで遊んでいたそうです。そんなある晩、みんなで飲みに行って遅くなり、終電に間に合わなくなったので、りょうさんだけその友人のアパートに泊まらせてもらうことになりました。そのアパートはどこにでもあるような築20年ぐらいの古くもなく新しくもない木造モルタル2階建ての建物でした。友人の部屋は外階段を上った2階の一番奥の部屋だったそうです。中の間取りもよくあるワンルームで、入ってすぐ左手にキッチン、右手にユニットバスがあり、その奥に6畳くらいの生活空間がありました。ただ、りょうくんは内装がきれいにリフォームされているのに感心しました。その上、家賃も相場より安いそうで、いい部屋見つけたね、ラッキーだったね、というようなことを話したそうです。するとその友人は、まあな、というような表情をして、実はここは事故物件だったというのでした。どうやら誰かがここで亡くなっているということで、どういう亡くなり方をしたのかは不明で、また亡くなってからどれくらい経ってから発見されたのかも不明でした。そういうことを聞いても、りょうさんはそんなこともあるんだろうなと思っただけでした。でも内装がフルリフォームされていることを考えると、どんな状態で発見されたかは容易に想像ができました。ただ友人曰く、いざ住んでしまえばどうということもないということでした。りょうさんはそれなら家賃が安いだけよかったなと思ったそうですが、友人は、住んでて問題はない、ただある一つのことを除いてはというのでした。ある一つのことにりょうさんは興味が湧きました。友人曰く、毎晩ここで寝ていると深夜の0時から3時ぐらいの間に、壁から必ず変な音が鳴るというのです。その音が鳴る壁の裏側にあたるお隣は空き室で人が住んでいないので、隣からする音ではないということでした。この部屋の壁から聞こえるというのです。それを聞いてもりょうさんはもともと心霊現象みたいなことは信じないタイプでしたので、そのまま泊まることにしました。実は涼さんは友人が半ば怖がらせようと冗談を言ったと思ったそうです。そして深夜のことでした。おそらく2時頃だったそうです。静まり返ったアパートの中で、突然ドン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 という誰かが激しく壁を叩く音がしました。涼さんはその音で目が覚め、ほんまになるんやとちょっと驚いたそうです。確かに隣は空き部屋で誰も住んでいないので、毎晩壁から音がするというのは心霊現象っぽいのですが、その手のことを全く信じていない涼さんは、何か別の物理的原因があるのだろうと思ったそうです。朝になり、昨晩壁を叩く音を聞いたと友人に話すと、友人は自分だけが気になる音ではないと分かり、一体何の音なのだろうと少し動揺している様子でした。りょうさんも音の原因が気になり、このまま放っておかない方がいいと思いました。友人を安心させてやる意味で、りょうさんは自称幽霊が見えるという知り合いの K さんにアパートを見せてみようと思ったそうです。そこでその知り合いの K さんには何も事前情報を与えずに友人のアパートに連れて行きました。事情を何も知らない K さんは、アパートの友人の部屋の前に来ても何もおかしなものは見えないようで、極めて普通だったそうです。そこでりょうさんが部屋の玄関ドアをノックすると、友人がすぐにドアを開けに来ました。そして玄関ドアが開いた瞬間、うわーっと K さんがいきなり叫び出したそうです。
リョウさんはびっくりして、なんやねんと聞いたら、それと同時に部屋の壁からドン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 という音が鳴り出したそうです。友人もリョウさんもよりによってこのタイミングで鳴り出したので、呆然として立ちすくんでいました。するとその音を聞いた K さんが、この部屋で首を吊った人が苦しそうに壁を蹴っていると言ったそうです。 K さんには目の前でその映像が見えていたのでした。あの壁から聞こえた音は隣からの音でもなく、物理現象でもなく、自殺者が苦し紛れに足をバタバタさせている時に壁を蹴った音だったのでした。リョウさんも友人もそれを聞いて、ありありとその情景が目に浮かび、背筋に氷が走ったそうです。その場所が持つ記憶なのか、亡くなった人の最後の残留思念なのか分かりませんが、二人はそれが映像として見える K さんは本物だと思ったそうです。そして音の原因が判明した今、もうここには住めないと感じ、友人はすぐ引っ越したということでした。不動産屋さんの怪談です。この話は大阪にお住まいの現在30代前半の方が15歳ぐらいの時から何年にもわたって続いた恐ろしい体験談です。この方を仮にすみれさんとしておきますが、それはすみれさんが中学生の時に学校でいじめにあったことが最初のきっかけだったそうです。学生生活は辛く、すみれさんはだんだん生活態度が荒れてきたそうで、服装もだらしなくなり、夜遊びや家出をしょっちゅう繰り返すようになっていきました。そしてその頃からすみれさんの周りで怪奇現象が起きるようになりました。当時すみれさん一家は3階建ての家に住んでいたのですが、夜中その2階から3階にかけての階段で誰もいないのに、ギーッギーッと人が歩く足音が聞こえてきました。またどこかからうーといううめき声がしたそうです。そしてちゃんと閉めたはずの自分の部屋のドアがいつの間にか開いていたり、誰かに見られているような感覚がしました。すみれさんは家族や誰かに相談しようと思いましたが、どうせ信じてもらえないと諦めてしまい、誰にも言わずに恐怖に耐えていたんだそうです。そんなある朝です。布団から目を覚ますと、すみれさんの首に携帯の充電器コードがぴったり巻きついていました。最初すみれさんは布団の横で夜中に充電していたので、たまたま寝返りを打った時に首に偶然絡まったのだろうと思ったそうです。ところが次の朝もコードが首に絡まっていました。その時もおそらく夜中自分が触れているのだろうと思いました。でもその後も朝起きるとまた首にコードが絡まっていたのです。さすがにこれは変だと思い、その夜は携帯の充電を布団からかなり離して寝てみました。ところが朝起きてみると、いつもと同じようにコードが首に絡まっていたそうです。ついにすみれさんは自分の部屋に幽霊か何か、この世のものではないものがいると確信しました。この時家族に相談すればよかったのですが、逆に干渉してくる母親の存在を疎ましく思い始め、すみれさんは自分の部屋のドアや窓にすべてにガムテープを貼り、お母さんが部屋に入ってこないようにしたそうです。それでもお母さんは無理やり部屋を開けてすみれさんを中から出し、そしてお母さんはすみれさんのこの異常な行動から何かがおかしいと気がつきました。すみれさんもついに今まであった怪奇現象のことをお母さんに打ち明けました。驚いたお母さんはすぐすみれさんをある祈祷師のところに連れて行き、お祓いを受けさせたそうです。さあこれでもう大丈夫と思い、すみれさんは安心して家に戻ったそうです。ところがすみれさんはその夜、以前に感じていた霊ではなく、今度は全く別の新たな男性の霊を感じたそうです。夜中に男のうなり声が聞こえ、あの2階から3階の階段のところから、その男の霊が低い声で言葉を発しているのですが、何を言っているかすみれさんには全く聞き取れませんでした。それだけではなく、
電化製品が次々に壊れていき、急に鏡が割れたり、閉めたドアが突然目の前で開いたりという現象が起きたそうです。単に足音や誰かに見られているといった程度ではなく、怪奇現象は以前よりエスカレートしていました。あの祈祷師では払いきれず、逆に霊の怒りを買ったのか、事態は悪化してしまったのです。お母さんも必死にこの最悪の状況を打開してくれる人を探しました。そして意外にもお母さんの職場で霊媒師をしている方を見つけたそうです。その方はお母さんもよく知っている方で、早速自宅に来てもらうことにしました。その当日のことです。霊媒師さんが自宅の前に到着すると、何このお化け屋敷、入りたくない、と苦笑したそうです。そして霊媒師さんは家に入ると真剣な顔つきになり、中をくまなく見て回りました。すべてを見終わると、霊媒師さんはこんなことを言ったそうです。すみれさんの感じていた霊のことには触れず、まず見えたのは先祖の霊で、これはご先祖の供養がきちんとされていないため、成仏できずにいるので、まずはちゃんと先祖供養をしてください、とアドバイスを受けたそうです。それを聞いてお母さんが仏壇の前できちんと供養しようとすると、なんとお母さんにも何かが取り付いていて、それが現れてきたのでした。そこで急遽その夜、霊媒師さんはまずお母さんの付き物を払うのと先祖供養で終わってしまい、また明日来るということで帰ってしまいました。霊媒師の前ではすみれさんに取り付いている霊は決して姿を現さず、うまく隠れて潜んでいたので、すみれさんのことは後回しになり、お祓いもしてもらえず、周りにいる霊も野放しになってしまいました。その夜からすみれさんは女の声で、逃がさないと言っているのが聞こえてきたそうです。すみれさんはこのまま一人でいると、本当に自分は霊に取り殺されてしまうのではないかと思い、その日の夜はお兄さんとお母さんの間に挟まれて、川の字に布団を敷いて電気をつけたまま寝たそうです。深夜のことです。何かが畳を這いずる、ずるずるずる、ザザザという音がしてきたそうで、すみれさんたち3人の周りを見回しながらぐるぐる一晩中、その得体の知れないものは這いずり回っていました。すみれさんは今夜だけの辛抱だと思い、恐怖の中じっと耐えていたそうです。その畳の這いずる音は朝とともになくなりました。その日の夕方、霊媒師さんが来るまで、すみれさんは聞こえてくる霊の声に耐えていなくてはなりませんでした。うなり声や逃がさないという言葉も聞こえてきたので、すみれさんは音楽を大音量でかけて、霊の声を消していたそうです。それでも夕刻には無事霊媒師さんが来てくれました。そこで霊媒師さんはまず最初にすみれさんの部屋に入り、じっと目を閉じ霊視を始めました。しばらく沈黙が続くと、霊媒師さんは、ここに4体の霊がいて、昨日は隠れていたな、とポロッと言ったそうです。すみれさんは4体と聞いて驚愕しました。女の声と男の声は聞こえていたので、2人だと思っていたのですが、実際は4人もいたというのでした。霊媒師さんは、おじさんの霊、子供の霊2体、女の霊、合計4体がここにいる、と言ったそうです。すると突然霊媒師さんが、逃げるな、と叫んだそうです。霊たちは見つかってしまったので逃げようとしたのでした。おじさんの霊と子供の霊2体は逃げることができず、まずおじさんの霊はその場で霊媒師さんによって除霊してもらえました。子供の霊は母方の親戚の水子霊だったそうで、除霊ではなく先祖供養と一緒に水子供養をすることになりました。問題は逃げてしまった女の霊のことでした。途方に暮れるすみれさんに霊媒師さんは、明日夜すみれさん、あなたが私の家に来なさい。逃げた女の霊はあなたに取り付いているから、あなたが私のところに来れば、その霊は嫌でも逃げられないから、と言いました。
すみれさんは事実を知ってとても怖かったそうです。すみれさんはその夜もまたお兄さんとお母さんに挟まれて川の地で寝たそうです。その夜も畳を這いずる音が一晩中していましたが、疲れ切っていたので寝ることができたそうです。朝になりお兄さんとお母さんが、昨夜畳を這いずるような音がずっと聞こえていたと言ったのです。すみれさんだけでなく二人にも聞こえていたようでした。ついにすみれさんが霊媒師さんの家に出向いてお祓いをしてもらう日になりました。朝から人の影が見えたり足音がして、すみれさんは心身ともに限界でしたが、何とか夕方霊媒師さんの家に到着しました。そして夜の7時から祈祷と除霊が開始されました。第1日目はすみれさんについている悪霊をまず霊媒師さんの中に取り込むことをしたそうです。霊媒師さんの中にその悪霊が入ると、突然霊媒師さんの様子がガラッと変わり、まるで動物のように四つん這いになったり、くねくねと気味の悪い動きをしながらすみれさんに向かってきました。すみれさんは身動きができなくなり、心の中でずっと助けてと叫んでいました。そしてその悪霊に憑依された霊媒師さんはいきなりすみれさんを抱きしめました。お前は一緒に死ぬんだ、一緒にあの世に来い、お前は私の娘だ、逆らうな、と一方的に言い出したそうです。それを聞いていたお母さんが突然取り乱し、絶対連れて行かせない、この子は私の子だから、と霊媒師さんに向かって叫んだそうです。すると憑依されている霊媒師さんは、黙れと返してきました。もうみんな明らかに霊媒師さんの中にいる悪霊の言葉なのが分かり、恐怖で震えていました。そして霊媒師さんはこれ以上は危険と察して、その悪霊を体から出したそうで、するとみるみる元の優しい霊媒師さんの表情に戻っていったそうです。三人は呆然と立ちすくんでいると、霊媒師さんはすみれさんに今彼女の中で分かったことを話してくれました。すみれさん、あんたに入っているのは水商売をしていた女の霊で、客との間にできた子があんたにそっくりで似ていたので勝手に取り継いでいたんだそうだ、と聞かされました。すみれさんは震えが止まりませんでした。そして霊媒師さん曰く、その水商売の女の霊を体から出した時、ここに結界を張ってあったのだが、その霊は逃げてしまい、今すみれさんの家の方にいる、とのことでした。そこですみれさんだけ安全な霊媒師さん宅に残り、お兄さんお母さん霊媒師さんの3人ですみれさんの家に向かったそうです。後で聞いた話ですが、すみれさんの家では彼女の部屋で除霊が行われ、その水商売の女の霊はかなりしぶとく、成仏することを嫌がって部屋中逃げ回っていたそうです。霊媒師さんがお経をあげている時、お兄さんは誰かに鋭い目で睨みつけられているような視線を初めて感じたそうです。来るなら来いや、負けへん、戦うからな、と強く思うと、しばらくしてその気配はなくなり、いつの間にか霊媒師さんの除霊は終わっていたそうです。そして3人はすみれさんが待つ霊媒師さんの家に戻りました。その後また霊媒師さんの家でこの日の最後の除霊の続きが行われました。すると霊媒師さんがすみれさんの背後に向かって突然話しかけてきました。それはすみれさんではなく、あの水商売の女の霊に話しかけているのでした。霊媒師さんはすみれさんのそばに寄り、お経を読み続けました。するとすみれさんは胸や呼吸が苦しくなり、耐えられなくなっていきました。さらに何も泣きたくもないのに、涙が勝手に溢れてきたそうです。そしてすみれさんの口から思いもかけない言葉が出てきました。こいつと一緒に死んでやる。つまりすみれさんを道連れにするということを言っているようで、すみれさんの意に反して勝手に言葉が出てきたそうです。霊媒師さんは、それなら無理やりでも不動明王に地獄に連れて行かせる、と言い、不動明王の真言や他のお経を唱え始めました。すみれさんはますます苦しくなっていき、
自分の意思とは関係なく、嫌だ、やめてくれ、お前も殺す、と泣き叫んだそうです。すると霊媒師さんは、サンズの川の向こう側に、あんたの子供が待ってんねん。あんたが取り付いているこの子は違う子や、と言いました。女の霊は思いっきりすみれさんの体を借りて泣き始め、すぐに私の子のところに行かせて、と言い出しました。霊媒師さんは、そうやで、待ってるねんで、だからこの子すみれさんから離れてあげて、あんたの分も祈祷してあげるから、すみれさんに感謝して上に上がって、本当のあんたの子を二度と離したらあかんで、約束やで、と説得したそうです。そしていよいよクライマックスとなり、霊媒師さんは呪文のようなお経か何かを唱え出しました。体の機能を霊に乗っ取られたすみれさんでしたが、スーッと軽くなっていくのを感じ、夢から覚めたかのように現実の世界の自分に戻っていきました。そしてその日を含め一週間をかけて先祖供養を中心に女の霊の祈祷も続けたそうです。霊媒師さんのおかげですみれさんの先祖供養と今回の元凶の霊をすべて成仏できたとのことです。その後除霊した女の霊は般若心経が書かれたお経、お花、お供え物と一緒に川に流し、完全成仏させたそうです。すみれさんはその後、家族に今までの自分の行為と態度を誤り、心機一転で服装や生活態度、何から何まで改めたそうです。そして最後にすみれさんは、自分に起きたことは条件が揃えば誰にでも起こりうることだと語っていました。不動産屋さんの怪談です。実は怪談はふと気がつくとこうなっていたということが多いですが、これらは本当に心霊現象なのでしょうか。さて、以前の配信にも登場した私の友人の田中さんがまた不思議な話をくださいました。田中さんは東京の郊外のマンションにお住まいなのですが、田中さんの自宅から徒歩でちょうど15分くらいのところに大きな公園があるそうです。その公園は地元でも人気のスポットで、緑豊かな林に囲まれ、その木々の間に小道があり、公園をぐるりと一周していたので、地元民の格好のお散歩やジョギングコースだったそうです。田中さんは埼玉のクリニックにお勤めでしたが、健康のため毎朝少し早く起きて、その公園までお散歩に行っていたそうです。早朝の6時に家を出て公園に着くと広場でラジオ体操が始まるので、田中さんも集まった人たちに加わって体操をするそうです。それが終わるとちょうど6時半で、そのまま家にまっすぐ戻ると7時前には帰宅でき、その後軽い朝食を済ませて仕事に向かっていたそうです。そんなある朝のことです。通常通り田中さんは家を6時に出て公園まで歩いていきました。公園の正面入り口に着くと、いつものようにそこにはたくさんの地元の人たちが来ていたそうです。お年寄りや犬の散歩の人、ジョギングをする人などでにぎわっていて、毎朝の見慣れた光景でした。田中さんはそれらの人たちとすれ違いながら小道を進み、そして中ほどにある中央広場に着いたそうです。そして田中さんはこれからラジオ体操をしようとする人たちに合流しました。お互い程よい距離をとって整列し、ラジオ体操第一の音楽が流れると、誰一人最後まで間違わずに体操をやり終えたそうです。その後はその場に残る人や小道に向かう人などバラバラになりました。田中さんも程よくストレッチもできて体も軽くなり、今来た小道に戻って帰ることにしました。その時までは何もおかしなことはなく、いつも見る情景だったそうです。田中さんが小道を少し歩いてからでした。あたりの空気が変わった感じがしたんだそうです。何か奇妙な感じがしたのですが、それはあたりが急に静かになったからでした。それでふと気がつくと、周りに誰もいなくなっていました。さっきまで一緒に体操をして小道で一緒だった人たちも、
犬の散歩やジョギングの人も誰も周りにいないのです。後ろを振り返ってもそこにも誰もいなかったそうです。あるのは一子一人いない小道だけで、林の木々のざわざわと風にたなびく音だけが聞こえていました。田中さんは、こんなことって珍しいな、誰もいなくなるなんて、みんな早足に帰ったのかしら、と不思議に思ったそうです。確かに田中さんは仕事があるので、周りに注意が行かずにさっさと家路に急ぐ傾向はありましたが、進む先でも誰にもすれ違わないのはおかしいのです。必ず誰かとすれ違うのが普通でした。というか、毎朝たくさんの人が小道を利用しているので、すれ違わないことはありえないのでした。おかしなこともあるものだな。私だけ違う世界に迷い込んだみたいだ。と田中さんが思っていると、どこからかカラスの鳴き声だけが風の音に混じって聞こえてきたそうです。それも何か警告するように激しく鳴いていました。田中さんは少し怖くなったそうで、いつもより足早で公園から出たそうです。ところが、公園から一歩出た瞬間、まるでヘッドホンを外したように、急に車の行き交う音や、周りの生活音が聞こえてきました。田中さんは妙に感じましたが、たまたまその時車が通って、音が聞こえてくるタイミングだったのかもしれないとも思い、気にしないで家に急ぎました。結局帰り道は特に変わったこともなく、無事家に到着したそうです。田中さんは家に入ると、習慣で時間を確認するそうです。するとリビングの時計が8時を指していました。7時ではないのです。田中さんは、と一瞬戸惑ったそうです。公園でのラジオ体操が終わる時間は6時半と決まっているわけで、その後寄り道もしないで家に帰った場合、ゆっくり歩いても7時には戻れるのです。8時ということはありえないのでした。田中さんは時計が壊れていると思ったそうです。そこで他の時計を確認したのですが、すべて8時を指していました。テレビをつけても8時を表示していたそうです。もし田中さんがそもそも間違えて1時間遅く家を出ていたとしたら、ラジオ体操には間に合わないことになるので、その可能性もありえないのです。ありきたりの表現ですが、田中さんは狐につままれたような感覚でした。その日の朝は田中さんの1時間が消えてしまったのです。単にこれだけの話なのですが、この奇妙な出来事の補足で、田中さんがこんな話をしてくれました。あの公園なのですが、公園内に霊堂があることで、一部の心霊マニアには有名だそうです。夜間は特に霊の目撃情報が多いところだそうで、バイクなどで中を通り抜けると、ある地点で明らかに温度が下がるそうです。田中さんは、決して夜は公園は通らないと言っていました。深夜になると複数の霊がぞろぞろと一方向に進んでいくそうで、その先にはとある民間施設があるんですが、田中さんの知り合いが勤めているそうで、そこの従業員はほぼみんな体調を悪くして辞めていき、しょっちゅう人員が入れ替わるそうです。田中さん曰く、この話が自分の奇妙な体験と関係あるかわからないが、公園には異次元の空間が存在するのかもしれない、と言っていました。不動産屋さんの階段です。皆さん、邸内紳士、もしくは屋敷神という言葉を聞いたことがありますか？それは家の敷地内にある神様のお社や祠のことで、不動産業者にとって固定資産税や相続税などの評価に関係するので、大事な取引条件になります。さて、私の友人の優子さんは、関東の某所に実家があるのですが、それは町の中心地から離れた郊外の広いお屋敷でした。実家はもともとその地方の地主で名家だったそうです。そのお屋敷なのですが、広い庭先にお稲荷さんがありました。つまり屋敷神のある土地で、
代々その家を継いだ長男家族が大事に祀っていました。そのお稲荷さんの位置はちょうど2階の優子さんの部屋がある北東の角に一番近いところにあったそうです。ところで優子さんが子供の頃には特に何も感じなかったのですが、ある年齢、おそらく20歳を過ぎたあたりから、そのお屋敷で妙な体験をするようになっていきました。彼女の部屋で、ある時から頻繁に夜中、金縛りに遭うようになったそうです。最初は疲れているからだと思ったのですが、ついにその金縛りの最中に、老人らしき霊が現れたそうです。それ以来怖くて部屋のドアを閉めては寝られなくなりました。家族に話しても信じてくれなかったのですが、結局優子さんはその後すぐ結婚して家を出てしまったので、その幽霊の一件は忘れてしまいました。ただ不思議なのは、優子さんが家を出た以降は彼女に全く金縛りはなくなりました。その後、その優子さんの部屋は彼女の弟さんが使っていたそうです。ところがその弟さんもその部屋にいると、おかしなラップ音が頻繁にしました。それも尋常ではない音だったそうです。金縛りや霊体験はなかったのですが、何か嫌な予感がして気味が悪かったので、1階で寝るようにしたそうです。すると1階に移った直後のことです。弟さんは大きな水槽にエンジェルフィッシュを飼っていたのですが、真夜中にビリビリビリというガラスにひびが入る音がしたかと思うと、ドカーンという破裂音とともに水槽が崩壊したそうです。決して安物とか取り扱いが悪かったとかではなかったということで、偶然かもしれませんが、何か不吉な予感がしたんだそうです。ただ、たまたまそのすぐ後に弟さんも結婚し、次男ですから優子さんと同じように家を出てしまったので、例のラップ音や水槽の爆発事件を何かと関連づけることはなく、忘れ去られていきました。その後そのお屋敷には、優子さんの両親と長男であるお兄さん家族が同居していたそうです。そして長く屋敷では何事もなく、優子さんの実家の一族は平和に暮らしていました。ところがだいぶ年数が経ったある時から、またおかしなことが起こってきたそうです。お兄さんにはお子さんが2人、男の子と女の子がいたのですが、その娘の方を仮にマヤさんとしておきます。つまり優子さんの姪っ子さんですね。そのマヤさんに奇妙なことが起きたのでした。マヤさんは以前優子さんや弟さんが使っていた例の北東の角部屋を自分の部屋としてずっと使っていたのですが、子供の頃は何もなかったそうです。でも20歳を過ぎてしばらくした頃でした。マヤさんもその部屋で寝ていると、頻繁に夜中に金縛りに遭うようになったそうです。マヤさんはこの部屋のせいかと思い、隣の東南の角部屋に移動させてもらったそうです。2階のレイアウトはちょうど漢字の田の字のように、4部屋がすべて角部屋で囲み合うような間取りでした。ところが東南の角部屋に移っても金縛りは収まりませんでした。そしてある晩のこと、また深夜に金縛りが始まりました。ああ、来たと思っていると、その時はいつになく苦しく、体に何かがのしかかったようで痛みを感じたそうです。するとマヤさんの目線の先に置いてあった熊のぬいぐるみとなぜか目が合いました。いつも見慣れたただのぬいぐるみなのに、その時はまるで生きているかのような目玉だったそうです。そしてそれは急にブルブル痙攣し、ぬいぐるみの顔がみるみる人の顔に変わっていったそうです。あまりの恐怖にマヤさんは気を失ってしまいました。ただの悪夢だったのか何だったかは分かりませんが、もうこの部屋でも寝ることはできないと思い、そのさらに隣の角部屋に移動させてもらったそうです。でも少しマシにはなった程度で、金縛りは収まりませんでした。ところで、そのちょうどマヤさんが部屋を最初の北東から東南に移った頃、ある事件が屋敷でありました。マヤさんの祖父、
つまり優子さんのお父さんには仲の良い勇さんといういとこがいたそうで、お盆や正月には必ず屋敷にその勇おじさんは遊びに来ていたそうです。ある日、そのいとこの勇おじさんが庭にある栗の木の栗を取ろうとしたそうです。うっかりバランスを崩し、そばにあるお稲荷さんの上にはしごごと倒れ込んで、そのお稲荷さんを壊してしまったそうです。勇おじさんには怪我はなかったのですが、とんでもない罰当たりなことをしてしまったのに、勇おじさんは平然とうっかり事故だから仕方がないという感じで何もせずに帰ってしまいました。優子さんのお父さんは仕方がないので神社の方に相談し、正しい作法でお稲荷さんの祠などを新しく建て直すことにしました。その際に神社の宮司さんは、このお稲荷さんは屋敷を守っている神様だから、この屋敷全体が見渡せる場所に移設した方がいいというアドバイスをくれました。そこで北東の位置ではなく東南に移すことになりました。ですから先ほどの話に戻りますが、ちょうどその頃マヤさんは北東の角部屋から東南の角部屋に移ったばかりでした。つまりお稲荷さんの移動とほぼ同じ時期に、それもお稲荷さんと同じ方角に追いかけるようにマヤさんも部屋を移ったことになります。さて、ここまでの話で妙なことは、マヤさん以外家族の誰一人屋敷でおかしな現象に悩まされている人がいないことでした。特にマヤさんの父親、つまり優子さんのお兄さんは、その空いている北東の角部屋を使っていたそうなのですが、ラップ音も金縛りも何も起きていなかったそうです。そして結局優子さんと同様、姪っ子のマヤさんも関西の会社に就職したことを機に家を出ることになったそうで、その金縛りにもその後悩まされることが全くなくなりました。ところで、その年の正月、お稲荷さんを壊した勇おじさんは珍しく屋敷に来なかったそうです。あんな気さくで社交的な勇さんが、あの事件以来ぷっつり屋敷に来なくなり、連絡も全くつかなくなって、突然消息不明になったそうです。そこで優子さんのお父さんが彼の家を訪ねたところ、なんと家はなくなって更地になっていました。勇おじさんが誰にも知らせないで引っ越すことはありえないそうです。何か事件に巻き込まれたのか、いまだに安否が不明です。それから数年たち、つい先日優子さんはその姪っ子のマヤさんと会う機会がありました。その時、例の実家の北東の部屋で二人とも金縛りや霊現象を頻繁に体験していたことを初めて知りました。そしてふと気がついたことは、優子さんの弟も二人ほどではないですが、おかしなラップ音に悩まされて部屋を移った直後に家を出たことでした。優子さんも姪っ子のマヤさんも心霊現象に悩まされてから、いくらも月日が経たないうちに家を出ることになりました。それで優子さんたちはある重要な共通点に気がついたのです。優子さん自身も弟さんも、そして姪っ子のマヤさんも、三人とも実家のお屋敷を継ぐ長男ではないということ、ある年齢になったら家を出ていくものであること、そして三人ともに子供の頃は何もなかったのに、成人を過ぎて実家から独立する少し前から怪現象が起きていることです。そしてその3人の怪現象は2階の北東の角部屋から始まりますが、あのお稲荷さんに一番近い位置の部屋だということ、途中で東南にお稲荷さんが移設されてからは、その東南の角部屋でマヤさんに怪現象が起きていたということです。まるで屋敷神のお稲荷さんが家を継いでお稲荷さんを祀る者以外は屋敷から出て行けと言っていたかのようだと優子さんたちは感じたそうです。三人ともちょうど成人を過ぎて将来の方向性が定まり、家を継ぐ立場にならないと確定した頃から怪現象を体験しているのです。ですから優子さんの両親もお兄さん夫婦、その長男にもおかしな怪現象が一切起きていないのには、やはり理由があるのかもしれません。また勇おじさんが行方不明になったことも、
お稲荷さんと何かしら関係するのかもしれません。神様のいない社や祠は結構あるそうですが、優子さんの実家の屋敷神はどうやら本物のようで、子供たちがちゃんと独立するように仕向けていたのかもしれませんね。不動産屋さんの階段です。霊感の強い方は子供の頃からすでにその能力は備わっていて、見えていてもそれが何だかわからないということのようですね。これは以前の配信の心霊マンションに登場した内藤さんがまだ5歳ぐらいの時に体験した話だそうです。それはある夏の暑い日のことでした。まだ5歳の頃の話ですので、仮に下の名前をミナちゃんとしておきます。ミナちゃんは東北のおばあさんの家に泊まりがけで遊びに来ていたそうです。その夜はいとこたちと花火をすることになっていたそうで、待ちきれないミナちゃんは庭先に出ていとこたちが来るのを待っていました。自然がそのままの田舎ですから、そこら中からカエルやセミの鳴き声が聞こえていたそうです。そして夜空は満天の星空で、満月のきれいな明るい夜でした。ミナちゃんのおばあさんはすぐ近くに住むおばさんといとこたちを呼びに出ていたので、ミナちゃんは一人だったそうです。ミナちゃんが庭先から門の前あたりに出た時でした。正面の空のちょうど3階建ての建物くらいの高さに光るものがゆらゆら浮いていました。まだ小さいミナちゃんは、なんだろう、ホタルかな、大きいからお母さんホタルなのかななどと思い、ただ好奇心でそのふらふらと移動していく光のものを追いかけていったそうです。その光はどんどん動いていき、ミナちゃんは気がつくとおばあさんの家の裏山にある広い空き地の奥まで来ていました。そこは以前はハウス栽培をしていた跡地で、その奥の地面に光の玉は降りていったそうです。そこでミナちゃんはその光が降りてきている最中、正体を確かめようとゆっくりゆっくりそーっと近づいていきました。ミナちゃんがその光からちょうど100メーターくらい手前まで近づいた時、光は地面に落下したそうです。あ、落ちたと思うと、その光はまるでガソリンで地面に線を描いてから火をつけたように、炎がミナちゃんの方まで帯状に伸びてきました。そして目の前でぼっと消えたそうです。ミナちゃんはびっくりしてその場に立ちすくんで体が動かなくなっていました。するとさっき光の玉が落ちた場所に一人の女の人が立っているのに気がつきました。そしてミナちゃんに向かって、おいでおいでと手招きをしているのです。ミナちゃんは行ってはいけないと思ったのですが、動かないはずの体が自然に女の人の方にゆっくりゆっくり歩いていくのでした。さてその頃です。おばあさんの家ではミナちゃんがいなくなったことで大騒ぎになっていました。おばあさんやおばさん、いとこたちは慌てておじさんや近所の人たちにもお願いしてミナちゃんを探していたそうです。田舎ですから川や水田など小さい子が溺れてもおかしくない危険な場所はたくさんあるので、みんなで手分けして捜索していました。すると村人とおじさんがふと、まさか裏山に行っていないだろうねと言い出したそうで、まさかと思いながら裏山に登っていったそうです。裏山といっても距離にして200メーターから300メーターくらいでしたが、山道ですので小さいミナちゃんにしてみるとかなりの距離を登っていったことになります。幸いにもおじさんたちが登っていくとすぐミナちゃんを発見できました。その時ミナちゃんはあと 3,4 歩進めば女の人のところに着くという瞬間だったそうで、おじさんたちの呼ぶ声でミナちゃんの足は不思議にもピタッと止まりました。それと同時に女の人も消えていました。もうその後は大変です。我に返ったミナちゃんはおじさんにものすごい剣幕で叱られ、おばさんや村の人にも謝り、下山してからもおばあさんやいとこたちにどこに行ってたのと怒られて、そして抱きしめられてよかったということになったそうです。まだ幼い当のミナちゃん本人は
なんでこんなに騒いでるのか分かりませんでした。その日の花火は当然中止になり、その後にミナちゃんがなぜ裏山まで一人で行ったのか、そして裏山で何があったのかを話しました。するとおばあさんは真剣な顔で、亡くなったものに引っ張られたのか、危なかったと言ったそうです。そしてミナちゃんが見た光は火の玉というもので、絶対について行ってはダメだし、見たら目をそらさないといけないなどと、とくとくとミナちゃんは説教されました。そして明日は墓参りだからと言われて、その夜ミナちゃんはすぐお風呂に入り寝たそうです。その夜のことです。ミナちゃんはおかしな夢を見たというのです。あの女の人のところまで行ってしまい、女の人の冷たい手で握られて、霧の中の暗闇に連れて行かれてしまうという夢でした。ただ怖いというより、不思議に感じていたそうです。朝になり、墓参り当日になりました。おばあさんはきれいに三角に重ねたお供え物のお団子やお酒を、おばさんはお花やお線香などを用意し、まずはご先祖様のお墓からお参りするということになりました。お墓に着くと、まず親類家族全員でお墓のお掃除をはじめ、草むしりをして墓石を磨き、きれいに整ったところで捧げ物をしてお線香を焚いたそうです。そして一人ずつ手を合わせ、最後に全員で合唱しました。その最中、ミナちゃんは昨夜のことが頭をちらほらよぎっていました。子供ながらも心の中でごめんなさいと言いながら手を合わせ、そして目を開けたそうです。その瞬間、え、何、誰誰と心の中で叫びました。ミナちゃんの目の前の情景は驚くべきものでした。たくさんの人がそれぞれのお墓というお墓の上に立っていたのでした。え、何何、子供ながらわけがわからずものすごく怖かったそうです。お墓の上に立っている人たちは見たことのない人だらけで、色がついている人、ついていないモノクロの人、子供から大人、おじいさんおばあさん、兜をかぶっている人までいたそうです。何の規則性もないごちゃごちゃの種類の人たちでした。彼らはすべてそのお墓に眠る死者たちだったのです。子供ながらも彼らが亡くなった人なのは分かったそうで、ミナちゃんは家族にも見えているんだと思ったそうです。そうか、みんなは慣れているんだ。だから怖くないんだ。大人になるとお墓参りするとこうして見えるのか。私も少し大きくなったから見えるようになったんだ、と納得したんだそうです。そして今後お墓参りに来るときは怖いからうろちょろしないでみんなのそばについていようと心の中で誓いました。内藤さん曰く、この時から内藤さんは霊が本格的に見えるようになったとのことでした。不動産屋さんの階段です。実は階段はそもそも私たちが死んでからでしか真偽はわからないものです。さて今回はその真偽のヒントになるかもしれない興味深い体験談です。お話をくださった方は愛知県にお住まいの40代後半の方で、仮に直子さんとしておきます。直子さんには遠い昔から忘れられない記憶があるそうです。それは水の中に仰向けのままどんどん沈んでいき、ふと目の前が真っ暗になるというものでした。その記憶は鮮明で、かなり小さな時の記憶で、それが何なのか全くわからなかったそうです。そして直子さんが物心つき始めると、自分の頭上に死神がいるのに気がつきました。もちろん死神と理解したのは幼すぎた当時ではなく、おそらく少し大きくなってからのことだと思います。その死神は昼夜関係なく直子さんを見張っているようなのです。昼間は見えないことが多いのですが、直子さんが危険な場面になると現れるそうで、夜は毎晩部屋の天井から黒いもやのようなものが現れ、その中から出てくるのだそうです。
そしてそれは黒いマントを羽織り、黒いもやの塊の中にある恐ろしい目で直子さんをじっと見つめているのが分かったそうです。まだ幼い直子さんはそれが怖くて怖くて眠れませんでした。ところが複数の方が言うのですが、こういう怪奇現象を毎日毎晩体験していくと慣れていくそうなのです。直子さんもあんなに恐怖だったのにいつの間にか慣れていったそうで、年月が経過し気がつくと幼稚園の年長組の6歳になっていました。6歳となるとかなり分別が出ています。そんなある晩、忘れかけていた恐怖が再び舞い戻ってきました。死神が初めて直子さんに話しかけてきたそうです。お前の魂は俺のものだ。次に会う時はお前が死ぬ時で、その時必ずもらいに来ると言ったそうです。直子さん曰く、その声はこの世の想像しうるどの闇の声よりも恐ろしかったとのことです。わずか6歳の直子さんに戦慄が走るとともに、なぜ今まで死神につきまとわれていたのか、その理由をフラッシュバックのように思い出したそうです。直子さんは三途の川を渡り地獄に行ったという記憶があったのです。それはいつの頃の記憶だったのかは分かりませんでした。でもその記憶では、そこには昔の地獄絵巻に描かれているような血の池、針山、下抜きなどの世界がありました。そしてふと上を見上げると小さな光が見えたそうです。すると直子さんは赤鬼に列に並ぶように促されました。そこにはとてつもない大きな門があり、その前に座っている大きな何者かがどこに行くかを指示していました。直子さんはその指示に従い門の中に入って言われた列に並ぼうとしました。すると突然、直子さんの頭上から白い着物を着たおじいさんが声をかけてきたそうです。そして直子さんの手を取り空高く飛んで、まだお前が来るには早すぎる、やり残したことが3つあるから、それをやり遂げたらと言ったそうです。その記憶を6歳の直子さんは突然思い出したのです。決して夢ではない、そこは実際の地獄だったと子供でも理解できました。それから直子さんは死神には会わなくなったそうです。ただその後も妙なことは続きました。直子さんの成長とともに、家の中で小さな人を見たり、庭でトンボのような目をしたアヒルが家の外壁にすっと消えていったり、押し入れを開けたら知らないおじいさんがいたりと、不思議な体験をよくしたそうです。その後、直子さんが中学2年生になった時でした。自宅から学校まで友達と自転車の2人乗りをしていて、直子さんは後ろに乗っていたそうです。途中坂道があり、自転車はスピードが加速してしまい、急停止することができず自動車とぶつかってしまいました。その勢いで2人は自転車から派手に飛ばされたそうです。直子さんは地面や自動車に激突すると思ったのですが、何かが後ろからふわっと直子さんの体を受け止めてくれて、気がついたら転ぶことすらなくその場に立っていたそうです。友達はというと、腕と足をぶつけてひどい怪我をしてしまいました。あの一瞬、直子さんは確かに誰かに助けられ、目に見えなくても何かに守られていると感じたそうです。そして直子さんは中学3年生になりました。ある夏の夜に家族でテレビの心霊特番を見ていたそうです。その番組の中で紹介された体験談で、心臓が一度止まりあの世を見てきたという人の話がありました。その人の体験は、三途の川や血の池など、かつての直子さんの地獄を見た体験に極めて酷似していました。そこで驚いた直子さんは家族にその体験を初めて話したそうです。私も地獄に行き同じものを見たというと、今度はお母さんが驚いてこんな話をしてくれました。
直子さんがちょうど生後1歳と1、2ヶ月頃のまだ赤ちゃんの頃にお風呂に沈んでしまい呼吸が停止してしまったことがあったそうです。お母さんは慌てて救急病院に連れて行き、病院は必死にマッサージを施し、赤ちゃんだった直子さんは仮死状態からやっと息を吹き返したということでした。その話を聞いて直子さんの中で初めて全てがつながりました。なぜ水の中に仰向けで沈んでいく記憶があったのか、それは現実に起きた赤ちゃんの頃の記憶だったのです。おそらく三途の川や地獄の記憶は仮死状態の時の臨死体験の記憶だったのでしょう。そしてそのお風呂の事故の時から6歳になるまで、死神はずっと直子さんのそばにいて、一度は魂を持って生きかけて失敗したので、虎視眈々と次のチャンスを狙っていたのでしょう。臨死体験がきっかけで霊感が芽生えると聞いたことがあるので、ひょっとして直子さんもあの事故後、死神やこの世のものではないものが見えたり、不思議な体験をするようになったのかもしれません。ところで、あの地獄から救い出してくれた老人が言っていた現世でやり残した3つのこととは、直子さん曰く、もしかしたら自分の今いる3人の子供たちを立派に育て上げることなのかもしれない。ですから3人目の子供が独り立ちしたら、私の人生も終わるのではないかと思います、というのです。霊感の強い直子さんには、そう思う根拠となる不思議な夢や体験がいくつかあり、例えば以前名前の画数をスマホで調べた時に、ありえない53歳で死亡という結果が出たそうで、驚いて同じサイトを何度も再検索したのですが、二度とその画面が出ることがなかったそうです。他にもそれを暗示するような夢をよく見たということでした。私は地獄に行くのが決まっているのです。地獄に行くのは怖くないですが、どんな死に方をするのかが怖いです。きっと私が人生の最後に見るのはあの死神なのかもしれません、と最後に寂しく語っていました。私は動画配信の前に必ず社長に台本を聞いてもらうのですが、社長曰く、直子さんのやり残した3つのことって3人の子育てのこととは限らない。子育てはそのうちの1つで、あとの2つはお孫さんの世話や親御さんの介護とか、もっと人生の先の別のことかもしれない、というのです。またあの坂道での自転車事故の時に直子さんを受け止めて助けてくれた何かは神様のような存在だったとしたら、地獄から救って天国に連れて行ってくれるかもしれません。私が腑に落ちないのは、地獄を見た時直子さんはまだ1歳ちょっとの汚れのない赤ちゃんで、あの時魂が地獄に行かなければならない理由がありませんでした。ひょっとして人は死んだらみんな一度地獄の門で審議され、行くべきところの列に並ばされ、その中に天国の列もあるのかもしれません。残念ながら誰もこの真理を知ることができませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。